はいどうも、マナマンです。オンラインチャレンジカップ2試合目、なんかオンラインチャレンジカップで久々に弱い人と当たった。これはモロタで2試合目にしてレート400ちょいの人やね。だからちょっと TS 下がるけどカーンとか入れてみました。勝てるでしょう。これで勝てんかったも恥ずかしいやつや。恥ずかしいパターンのやつ。行きます。今日はジョン・カビラです。北澤さんよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。おや。前半ゲームはスタートしています。ウィーユナイテッド対ナポリ。来た。強豪同士、世界でも注目の一戦です。来たー、オッケー。これは大丈夫だ。大丈夫なやつだ。大丈夫なやつだ。ウィーユナイテッド、いきなりの先制ゴール。早速来ましたね。ベイル。ベイルも下げて、ディマリア出しとけばよかったかなとも思ったりもするけど。これくらいの選手になると不意で受けるタイミングっていうのが、よし、オッケー。いや、追加点、ウィーユナイテッド。ギブアップはないからどうなるかやな。ウィーユナイテッド早くも2対0。オンチャレは、いやー、こういうオンチャレならな、楽なんだけど3連勝するのも。基本的にやっぱさ、強い人ばっか当たるイメージやねんけどな、オンチャレは。おや、まずい。さらに点を追加し、2対0としています。まあ、1点取った後、中、またさらに追加点、外。1回目では狙いとしては最高ですよね。ちょっとボールが、うわぁ。メッシメッシ持ってるからね。ウィーユナイテッド、この前半序盤で、いやー、通るそれ。危ない、危ない。気持ち的に非常に余裕が出ますよね。この後伸び伸び自分たちのサッカーができますよね。もうちょっと点数取れれば前半のうちにさ、選手変えていいんだけどさ、カセレスとか入れたいんだけど、いや、パス出さん方がいいな。ここで受ける、裏へのスルーパス、ベイル。メッシ、ネイマール。中盤が熱いよ、中盤が。ファビオ・クエントロン、ハビ・マルティネス、ネイマール。これ入りましたよ。でかい。なかなかメッシ、メッシ来た、危ない。ここもしっかりディフェンスしました。メッシはやばいな。でもモドリッチからイブラヒモビッチ、速い。サイド、いやサイドバック上がってきて、その後のカバーリングやで、下かな。ファビオ・コエントロン、メッシ、ああやばいやばい、いやー危ない。まあ、言うてもキーパー守護神やから、守護神カーンがいるから、そう簡単にはやられないんでしょう。ネイマール、イブラヒモビッチへ。弱い。アビマルティネス、まあまあまあ、カバー。やばいよこれ。メッシ、オッケー。縦にボールを振ります。イブラヒモビッチ、ベイル。ベイル。裏に味方を走らせる。裏抜けた。イブラヒモビッチ、オッケー。決まった、追加点。ウィーユナイテッド。点差は3点。試合が決まった。いやー、これはもう大丈夫だろう。安心できるぜ。これは華麗なスルーパスからのゴール。第三戦。第三戦に負けたらそれが、もう今までの積み重ねも水の泡やからな。そうですね。いやー、やばいやばい。カウンターだけ要注意。さあ、ウィーユナイテッド、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。
味方を走らせる。シュート。うわー入らんか。いやーマジか。ちょっと遠目からのシュートでしたけども、もう少し前に行ってもよかったんじゃないでしょうかね。絶好調ネイマールならみたいなとこやな。今のプレーも。サイド。オーサイドはないでしょう。リフトしたいな。マイナスに折り返す。いやー無理か。高めのボールに対してイブラヒモビッチ。ウィーユナイテッド立て続けに得点が決まります。アーティスティックなクロスが読まれたな。届いた。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだと思いますよ。素晴らしいハットトリックです。イブラヒモビッチ、ノーファール。ウィーユナイテッドゲームの主導権を完全に地中に収めています。まあ、1点取った後、またさらに追加点、1回目では狙いとしては高いディフェンス。おや、スルーパスを出す、チャンスになる。いや無理か。ベイルがそのまま打てもよかったな。今のラストプレーになるのか。前半悔やてドライブシュート落ちない。非常に惜しいシュートでしたが、ここで前半終了の笛です。これは大丈夫やん。選手変えていきたいな。ちょっとカセレス入れてみようか。相手に得点を与えなかったというところも評価できますよね。入れて本当に素晴らしいですね。どうしようかな。なるほど、ウィーユナイテッドが大量リードで折り返します。あと変えるとこってでもね変えるとこって言っても、まあ、レベルが低いからディマリアとロナウドはまだ、まあそこやな。ベイルはまだレベル低いからやっぱこの辺かな。この辺変えて3人替えで、まあ、言うて強いこのメンツはこのメンツは強いわ。対戦相手からしたら。後半スタートです。フィーゴいたんだ。これはなかなかこじ開けられない。気づかなかったぜ。ディマリア、やばい。味方を走らせる。ディマリア絶好調、絶好調選手。もうどんだけやっぱ戦力持ってるかやね。ライブアップデートでガルバハル、ここもしっかりディフェンスしました。やばい。何がハビ・マルティネスは初めて使う感じやから。今までバークリー使ってたけど。バークリーはどっちからかというと攻めの選手やからね。あえてボランチの選手がいなかったから使ってたとこがあるけど、ハビ・マルティネスのスピードがもうちょっとあればいいんですけどね。バークリーは両方とも瞬発とスピード80台からね。ここもしっかりディフェンスしました。いやミスった。マジで OK。 このボール危険です。よいしょ。アビマルティネス、ディマリアへ。ああ通んねえか。なんだ後半はなんかパスが通らんようになったぞ。ちょ縦でいいかも。いやーなんか知らんけど、いやーでもなんか通りそうやった。ロナウドにカーソル切り替わるよと思った。今のだと無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。OK。いやーダメ、ここをかわした。ダメ、悔やてスペースへ出す。ナイス、あぶな。ナイスナイスか、ナイスか。いやーファール、まだファールだ。
ロナウド落としてシュート空振りっていうかボールがこんかったアレクシス・サンチェス。オッケー、ナイスナイスだよ、カセレスさん。ベイルスルーパスを出す。オフサイド、オフサイドですね。いや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 今のは大丈夫やろ。後半全然点が取れてないんだが逆に取られそう。うまっ、オーケーオーケー、キーパー出してくると思ったかな。うん、よかったよかった。いやーでかいんだよな。3人で囲って取る。本日アシストを2つ記録しています。いやマジでなんかゴール前にいかへんボールが。ラビオポエントロ、オッケー。ナポリとしては中央突破だけでなくてここでベイル、いやー取んないか。そこいいと思うんですけどね。なるほど、メッシー、メッシー中央自分で仕掛けます。浮かしてくるか。うわーマジで狙いましたね。チャンス来た、突破できるか。いいよナイキナイキナイキではないんだよなんでナイキって言ったんや。まだいましょう、ナイディフェンスや。高いディフェンス、前線へ出す、裏に味方を走らせる。ネイマール、これはいけるやろ。もう一人でルーレットからのシュート、マジかよ。ドリブルでの突破、この力っていうのを見せつけたプレーだと思いますね。絶対スライディングが来ると見越した戦い方やったけどね。フィーゴ、ここも固い守りでボールを奪います。オッケー、さあクリスチアーノ・ロナウド中に入ってきてくれて、いやディマリア、てかほんまに入らへんねんけどシュートが後半。ここもしっかりディフェンスしました。ナイスナイスカセレスさん。いやーちょっとモドリッチ、あーもうスタミナがない、スタミナが普段なら交代してるからな。メッシ高いディフェンス、ディマリア、モドリッチ、ここでいやー無理ガルバハル、ブローンデ、あかん、ノーハルノーハル、危な。うん、なんかほんまになんか後半崩せんかったな。このまま終わりそう。いやー前半の4点か。なんか後半、いや選手は落としたもののって言うけど十分な戦力やったんで。何もできんかったぞ後半なんだこれは。うん、まあ、まあまあまあ2連勝したから最終戦までは持ってこれましたね、なんとか。はい、では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。